3月2日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。佐賀市レース、予想上位はサンマルビクトリー。目標タイムは1分 33.1 秒です。荒れにくいレースになりそうです。佐賀2レース、予想上位はハニーチャイル。目標タイムは1分 33.4 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。佐賀3レース、予想上位はゲットザナップ。目標タイムは1分 33.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。佐賀4レース、予想上位はユーデモニクス。目標タイムは1分 33.4 秒です。荒れにくいレースになりそうです。佐賀5レース、予想上位はスマイルフレスト。目標タイムは1分 26.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。佐賀6レース、予想上位はコスモアバンサ。目標タイムは1分 24.7 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。佐賀7レース、予想上位はオールスマート。目標タイムは0分 49.9 秒です。荒れる傾向が強いです。佐賀8レース、予想上位は佐藤健。目標タイムは1分 31.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。佐賀9レース、予想上位はケンブリッジラテ。目標タイムは1分 29.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。佐賀10レース、予想上位はアンパト。目標タイムは1分 11.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。佐賀11レース、予想上位はリゼ。目標タイムは1分 34.5 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。バンエイ第1レース、予想上位はジェイシルバー。荒れる確率は 54% です。バンエイは AI の完成度が低いので注意。バンエイ第2レース、林家鶴子新内昇進記念。予想上位はやまびこ。荒れる確率は 74% です。バンエイ第3レース、第2回リメ、ジャン記念。予想上位は DF デパール。荒れる確率は 75% です。バンエイ第4レース、勝も遠崎杯。予想上位は心の絆。荒れる確率は 61% です。バンエイ第5レース、インターン同期旅行記念。予想上位はメイコークイーン。荒れる確率は 64% です。バンエイ第6レース、佐藤ののか7周年記念。予想上位は J ヒッター。荒れる確率は 64% です。バンエイ第7レース、鈴木智恵誕生日記念。予想上位は止まらん坂見風。荒れる確率は 66% です。バンエイ第8レース、高谷生誕記念。予想上位はタイトルボス。荒れる確率は 69% です。バンエイ第9レース。3、17武藤隆氏が行くぞ、はい。予想上位は岩木黒氷。荒れる確率は 74% です。バンエイ第10レース。成瀬ことはい。予想上位はシャイニング。荒れる確率は 61% です。バンエイ第11レース、バンバニコニコプレミアム杯。予想上位は北西雲海。荒れる確率は 54% です。バンエイ第12レース、D31。予想上位はコブダイヤ。荒れる確率は 67% です。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。
予想とは一切関係ありません。デルマウ宛投げ、マイネルケイローン、魔王のルミエール、ゲットザナック、エイシンヌエ、イスティント、マロンクルール、デュールメイキット、セシール、福島ブルース、ハッピーワンダー、オーミステラータ、シゲルスコーピオン、ケプチャン、ポケットカラキュン、ウィーンブランカ、ハッピー香港、オールスマート、プリマステラ、ケンブリッジラテ、マイブ、コスモゴレアドール、トミケンプラセール、フラワーカントリー、クロカドッグ、サンマルビクトリー、ハニーチャイル、ユーデモニクス、カガカプチーノ、テルセイラ、カシノペルル、カシノビルボード、テイエムイン、花火ちゃん、港の陽子、ブルータンゴ、シオラパルク、桜トップ奇跡、オンラインパワー、プリムスフィーディア、スマイルマーク、コスモアガンサ、デルマ呼び戻し、ラインパシュート、良いではないか、ディーフライト、フェアリーティンク、ユーのタイガー、セーリング、カシのフォワード、ビービークラージュ、テイエム秘書、ニューホライゾン、リゼ、ナビー、パドマーワト、パンナコッタ、オーケーパイレーツ、オンネマトカ、チャットムーン、ミユキパーフェクト、サツキレジェンド、ユクサギタ、スマイルフレスト、悪なき挑戦。佐賀第一レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは4番パッションフラワーか好スタートを切った。あとを追うのは9番サンマルビクトリー、8番アイガーテソーロか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番サンマルビクトリー。その後には3番クロカドックと10番ユクサキタが続きます。9番サンマルビクトリー、そのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。9番サンマルビクトリーがゴールイン。続くは3番。佐賀第2レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは10番ハニーチャイルが好スタートを切った。並ぶように3番オーケーパイレーツ、7番こういうは追記にか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ハニッチャイル。その後には7番こういうは追記にと3番オーケーパイレーツが続きます。10番ハニッチャイルそのまま独走か、逃げ切れるか。10番ハニッチャイルがゴールイン。続くは6番、7番、9番か。佐賀第3レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。5番マロンクルールが前に行きます。5番マロンクルールの背後には4番イスティント、10番名称大空か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番キャットナップ、その後には9番ディーフライトと4番イスティントが続きます。1番ゲットザナックが追い上げてくる、追い抜くか。1番ゲットザナックがゴールイン。続くは3番、9番、7番か。佐賀第4レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。先頭を走るは3番ユーデモニクス。3番ユーデモニクスの背後には4番セシール、9番ミユキパーフェクトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ユーデモニクス、その後には4番セシールと2番ユールメイキッドが続きます。4番セシールが追い上げてくる、追い抜くか。4番セシールが1着見事。続くは9番、2番、8番か。佐賀第5レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。先頭を走るは8番ヒルズクイーン。8番ヒルズクイーンの背後には3番スマイルフォレスト、7番テルセーラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番スマイルフォレスト、その後には6番カガカプチーノと8番ヒルズクイーンが続きます。4番テイエムボビーダンが追い上げてくる、追い抜くか。4番テイエムボビーダンが1着見事。続くは6番、3番、7。佐賀第6レース、各馬揃って。さあ、スタートしました。11番カシノビルボードが前に行きます。11番カシノビルボードの背後には1番シゲルスコーピオン、9番ミッキーウィンカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番カシノビルボード、その後には5番コスモアバンサと1番シゲルスコーピオンが続きます。
7番バケルが先頭に立つか、先頭か。7番バケルがゴールイン。続くは1番、5番、10位。佐賀第7レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは6番オールスマートが好スタートを切った。後を追うのは12番北から来たオペラ、7番フラスティか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番オールスマート。その後には12番北から来たオペラと7番フラスティが続きます。7番フラスティが後ろから追ってくる。追い抜くか。7番フラスティがゴールイン。続くは8番、3番、6番か。佐賀第8レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。先頭を走るは3番佐藤のタケル。その後ろには5番ブランクページ、11番バチスカーフか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番佐藤のタケル。その後には5番ブランクページと7番プリマステラが続きます。3番佐藤のタケルそのまま逃げ切れるか、独走か。3番佐藤のタケルが1着見事。続くは1番、7番、8番か。佐賀第9レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。1番ケンブリッジラテが早速先頭を取る。その後ろには7番鈴鹿サウスソング、8番山陽スマイルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ケンブリッジラテ、その後には7番鈴鹿サウスソングと8番山陽スマイルが続きます。1番ケンブリッジラテそのまま独走か、逃げ切れるか。1番ケンブリッジラテがゴールイン。続くは10番、4番、3番。佐賀第10レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。先頭を走るは4番手 M 秘書。2番手は6番バーチャス、8番枠な貴重戦か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ワンパと、その後には4番手 M 秘書と6番バーチャスが続きます。7番とミケンプラスエールが追い上げてくる、先頭か。7番とミケンプラスエールが1着見事。続くは3番、2番、5番か。佐賀第11レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。まずは8番パンナコッタが先頭に立ちます。後を追うのは7番レガーリデルソーレ、1番ユイマールレディか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番レガーリデルソーレ、その後には1番ユイマールレディと8番パンナコッタが続きます。4番レイゲツが追い上げてくる、先頭か。4番レイゲツがゴールイン。続くは3番、7番、2番か。2番か。